した。一番いいな、やりたい。絶対違う音した。でもそれでも3番だ。めちゃめちゃいい番号いきました。4番。お、そうですね、並んでます。すでにもうパチと戻しての相性が、はい、並びで前回すげえ離れてましたからやばいやばい。おはようございます、お願いします。お願いします。おはようございます、お願いします。おはようございます、お願いします。ありがとうございます。あ、ここかスマスロに行きます。じゃあとりあえず真ん中取りますよ。あ、真ん中いいですね、うん、じゃあどっちにしようかな。どっちにしよう。角はでも誰かが座る。どっちにしろ埋まると思いますよ。鏡に2台押されたの初めてじゃないですか。いやー、やるなやるな、もう先に出ました。その時ちょいプラ、我々をなめたらあかんぜよ。剛腕コンビですから1000枚ずつ出します。レッツパチトモ、イエイ。さあさあ、今回この2人でお送りしますけども、はい、パチトモの母です。はい、母です。ねえ、このポーズを考えたのはカブちゃんなんです。5秒でね、はい、よくこんなキャッチーなポーズを即興で思いつきましたね。よかったですね、なんか、うん、今やもうみんなが気に入ってやってくれて、当たるたびにこうやってやってくれてる。やってますからね。あの沖さんもやってくれてるの。沖さんがもう一番大のお気に入りです。で、沖さんはちなみに実践中基本的にもう、ね、その相方のことをずっとパチトモと呼んでますから、ね、で僕ももうその沖さんを見習ってそのスタイルでやってるんです、はい、最近は。わかりました。で、今日のお店なんですけども2人とも初めてですよね、はい。パールショップともえセブンゲット早場店さんでございます。スロセンなんですよ。スロセンなんでね、もうすでに店内少しずつにぎわいを見せておりますけども、うん、まあ、同じスマスロ同士で、はい、今日はいい実践を見せるように頑張っていきたいと思います、はい、それでは行きましょう。あれ、乗り打ちするかしないか聞いてくれないんです。レイコさんまた乗り打ちしたのに私たちちょっと乗り打ちしないみたい。ごめんごめんごめん、本当にあのなんかさ、神谷さんとはちょこちょこ会うのよ、はい、だからなんかその乗り打ちしても、はい、どっちかが迷惑かけてもさ、まあ、この収録の時に取り戻せばいいかみたいな。そうですね、そうです。で、足引っ張ったら会うのが数年ぶりだからさ、はい、悪いなと思って聞かなかったする。私もそれは思うんですけど、あの足引っ張っちゃったらどうしよう。したいです。じゃあもうしようよ、はい、それを切り出したってことはパチトモやる気なんだろう。はい、やる気出すし、あのなんかやっぱちょっとね、なんかこうっ、ね、やっぱレイコ様とは乗り打ちしたとに私とはしてくれないっていう、あの、ね、こう後ろにね、看板を背負うことになるから。あ、ごめん。そうだな、パチトモ通したのになんか朝からちょっとね、そうなんかいびつな関係みたいになっちゃうからね。じゃあちょっと乗り打ちで。わかりました。もう恨みっこなしよ。でもまあ本当にあのお互いが出せばね、ハッピーエンド迎えれますから、はい、頑張っていきたいと思います。それでは行きましょう。せーの、レッツパチトモ。レッツパチトモ。それでは実践開始です。行きましょう。せーの、レッツパチトモ。さあ、カブちゃんは初鏡ということで、初鏡です。あ、もう座れることないじゃないですか、やっぱいい。そうね、うん、番号引かないと。あ、一発目のトランクからいった。お、今回ね、いわゆる弁当トランクね、はいはい、引くとチャンスゾーンの抽選やってんのよ。10ゲームあって、その間にこうやってカットイン出してねってやつ。あ、これ熱い熱い、これチャンスアップで一番強いやつ。これいきそうだぞ。レッツ、おい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 、ここまで行ったのね。おい、俺今のは行ったと思ったぞ、パチトモ。これだからトランクで、あ、終わった、行くんだけど設定差がね、まだ分かってないのよ。くそー、もうあれをモノにせんのやった。で、あの朝一だけちょっとだからモード移行が特殊で、はい、6割以上 66% かな、まあ200のゾーンで当たる。おお、だそれをまず仕留めないと、まずその6割を引いている子でなければいけないってことですね、うんうん、そう。さあ200のゾーン到達です。来ましたか。そう、だから変な話さ、こうやって1ヶ月ぐらい仕事してる中で、はい、今日カット来たいなっていう収録と、はい、ぶっちゃけもうこの日はもう負けてもしゃあないみたいな収録があるじゃないですか、うん、お仕事が、はい、ゴールとかも、台とかも、うん、そうそう、そう、状況とか全部含めてね、はい、パチともやっぱカット来たいのよね、うん、日にちがね、暑いですもんね、6の月日が。
強めの日にやっぱりこうやって収録やらせてもらってるから、ね、カッと期待のよね、しかも今日メイン機種取れてるし、あんまり天国で当たるイメージじゃないから、ここなんだな、やっぱ234ゲーム今飲みに行く機会も減ったの、パチともは。私はもう2年お酒飲んでないんで。うわー、偉い、あのシュランが。そうなんですよ、すごいね、やっぱ母は強しさよう言ったもんだ。私よくあのめちゃめちゃチャラかった人ほど結婚したら落ち着くみたいなのあるじゃないですか、うん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 、多分そのスタイルだったんだなと思って。あー、カブちゃんがね、あ、はい、3人消えた、これは強い、ほら、じゃあまあそういう意味では息子ちゃんにある意味感謝だな。そうですね、私の肝臓を守ってくれましたねぶっ壊れるかと思いました、肝臓が。絶対早死にしてるよ、あのまま本当ですね、だって忘年会シーズンとか、あの二日酔い点滴打って飲みに行ってましたからさあラスト、はい、チャンスアップはないか、あ、大丈夫、およし、200のゾーンでやってました、249ゲーム9000円です。いいですね、バチとも、ただ本当ね、赤7やれなければ、うん、鏡は6以外負けます。赤7 やれなくても6はまあなんとかね、大の力でなる感じは多少あるけど、同じところで当てれるといいんですけど、超えたらきついね、超えたらきついです、どこまでも行く。パチとも乗り打ちにしてよかった。いや、パチとも大体そういうね、言い出した方がね出すのよだから今日は出すと思ってるよ、パチとも出さないとハンバーガー食わせないからね。そうなんですよ、パチとも、パチともハンバーガー食べますよ。なんかちょっと熱い、あ、うん、ちょっと、あ、発展が熱いよこれ、はい、とりあえず、お、お、お、ちょっと、あ、ダメ、あ、これ強対決よ、強対決、うん、大丈夫、当たったね、よし、行けました、よかった、同じところで8000円です。いいよ、パチともいいよ、パチとも追いかけます、赤行ってきます、ホットタイム弱中でーす。よっ、こっちも弱中か、弱中で、弱中、超いけ、あ、行かないか、はい、お、60で煽り来てる、ダメか、お、お、引いた、弱中で、お、弱中で、パチとも、パチとも、剛腕健在だな、パチとも、初打ち弱中で刺すなんて、パチとも、AT ゲット、乗ってくれてありがとう、パチとも、頑張りますよ、60か、あー、ダメだった、あー、80いった、あと1回で100、頑張ってください、ちょい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 、パチとも、いやでもこれはでも AT をちょっと取りたい、あれが1回しか行ってないからね、アメリカ2回が、2個が、うわー、煽ってる煽ってる煽ってる、あー、1万役か、あうわー、残り3ゲーム、緊張の瞬間、あ、ラスト、うわー、あー、わー、終わったー、ごめんよ、パチとも、3分の1、チャンスだった、ちょっとしびれたけどな、いや、かなり朝から目の覚める展開ですよ、パチとも本当だ、チャンス目、チャンス目でしたのラストゲームからのチェリー、あ、違うか、チャンス目チェリーと引いたんですけど ね、ダメだった、上乗せしてる可能性もあるよ、115、はい、でも AT に行ってきます、お見事、やったで、ディスクを貯めればいい、熱い熱い熱い、これね 20% で超高スタートするのよ、はい、AT って、で今コインが待ったでしょ、あ、いった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 、赤い超高だ、うわ、これトランク、ここでトランク引いたら上乗せ確定なのよ、 80% 以上ループしてくれるんだ、そうだ、トランクを引く、あ、チェリーがいいの、あ、パチとも教えた通りやってくれるな、パチとも、イエーイ、まあここは青だけど、まあでもこだから引けば絶対上乗せするステージだから、バンバン引いていけます、これ落ちる前にやりたいな、ねえ、トランク持ってきたいね、はい、ちょっとここで出玉をもうちょい作りたいですけどね、そうね、弱中しか引けてないから、で朝からね、あの天国行ってディスク取って、その展開がまあ理想ですね、来い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 、引こうと思うとして、長い長い長いよ、長い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 、この弱中負けたい、いや長い、めちゃめちゃ長い、長い兆候が、もうずっとあれ、ああ終わった、
終わったか。もったいない。これでもここで終わっちゃったらプラスではないんですよね。そうだね、もう一声欲しいね。ラスト。あ、復活確定のこれ背景、うん、だからここでも復活するってことは天国に行ってる可能性が。お、おいおいおい、パチ様朝からディスク獲得か。うう、おお、50ゲーム。もう一丁やろう、もう一丁やろう。一個はダメだ。ああ、終わった。チャンス上結構渋いんですかね。あ、 40% あるって言われてるけど、実際そこまで当たってない。3割ぐらいかな、いいとこ。これ中対決。いや、ちょっとチャンスアップがないね。さらっとして。ああ、当たった当たった。スマイル当たり。これ当たり。熱い。ああ、間違いない。からの。だからここで期待したいのは青ディスクですよ。ほら、勝手に巻いて。赤い入って。で、この後ディスクが何色？赤。まあまあ OK です。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。これ楽しみだな。いや、なんか、ね、いいの言ってほしいですけど ね。特化ゾーンがね、本当面白いのよ、はい、やりたいな。で、特化ゾーンはもう平均あの3桁いくから、お、当たり前の引きを発揮できれば。でもやっぱこれ乗り打ちにして並び打ちをしてるっていうところでやっぱり楽しく打てるって出るじゃないですか。そうですね。先生がね、ちゃんと言ってくれたことがフラグになってそれを引けてるん でしかも先生は今 A ループ食らってますんですごい助かってます。バランスですね、バランス。なんかね、2人一緒に出ちゃうとちょっとなんかやらしいじゃないですか。あ、まあね、朝からドッカンドッカンはちょっとね、あれあれあいつらみたいになっちゃうからね。ディスクいきます。さあ、頼みます。はい、あれですよね、パチンコみたいになるやつですよね。こうぐるぐるぐるってルーレットになって、 あちょっとでもなんかとどろけドリームが多いな。この、よさげなハイパイだこれ。ハイパイで、これ回して、回せ、取った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 、これディスタンスだぞ。ほら、おいおいおい、エンブレムも見えてきてる。ちょっと待って、エンブレムじゃね。バッサマーバッサマー、一番いいやつ。バチとも3桁乗せ。これここで恐竜役とかを引いたらエンブレムが選ばれるの。でも赤ディスクでリプレイ引いてエンブレムなんて初めて見たよ、バチとも。バチとも、ちなみにこれレミさん700くらい乗せたって言った、そのぐらいの可能性は秘めてる。まあ700は言い過ぎだけど、300くらいはでも、いや、いけたい、多分現実的よ。バチとも、もうこれ今日終わりよ、仕事。これ変わってないね。よかったです、その腕っぷしの強さは。いや、でもわけ分かってない方が出るのはありますね、初打ち。いや、緊張の瞬間。このゲーム数によっては私隣でずっと今日この AT 消化してできる可能性は十分あります。その入り口にはもう今立ってます。頑張ります。お願いします。目標、まあ300。目標300ね。ちょっと、いや、400にしてこい。そこは目標300、理想600。いや、そうだね、はい、うわ、すっげえ、キラキラ。うわー、怖い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 、すごい、キラキラ。あ、緑放流で頑張ればいいってこと。そう、青はまあ引いても、そのトップって書いてある場合は上がこうやって開くの。カモンが多いな、やっぱすげえ、すげえカモンがある。5ゲーム、あ、そう、あ、で、ミドルで、ミドルっていうカモンが2つあるぞ。カモン取った、カモン取った。で、これでなんか特化ゾーンみたいな、また演出を見れるの。グラビティ、おい、なんだなんだ、パネルが。で、これをね、こう、そうそうそう、続けば続くわ。何ゲーム、何ゲーム、40きた。45ゲームになのパネルをゲットってことですね。いや、もうこれ乗せたの、もう乗せた、すごすごいでしょ、すごい。鏡だから、カモンのところをいっぱい開ければとんでもないことになる。自由の女神が出るくらいは引きたいんですけどね。そうだね、よいしょ、オーケーオーケーオーケー。どうだどうだ、カモンめちゃめちゃ出てきた。おもろー、大丈夫、おい、めっちゃ足かまかだ、すごいテーブル、あーい、オッケーオッケー、よいしょ、ほら取った、よっ、45以上いこう、あー42、よいしょ、あーし、大丈夫、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、あ、あー、軍曹中ゲーム、で、また行った、これめっちゃやらしてくれるじゃん。めっちゃやらしてくれる、あー、50いった、50
ってる、こっちだ、よしよし、いいよいいよいいよ、今185キロ、いやまだまだ全然いきますよ、あーいけ、オッケーオッケーオッケー、うわカモンめちゃめちゃある、なんだよこれ、しかもないところでも赤チャンスままあるか、いや大丈夫じゃない、オッケーオッケー、結構でもデンジャー増えてきた、増えてきたね、あ大丈夫、この次大事ですよね、うん、よし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 、うわなんなん下段全部カモンじゃん、あーあー終わった、え終わった、星がないの、え一応 11.7% だったけど復活あるんだけど、185ゲーム、あらー平均340、うん、185、あらまあ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 、で1個前のねアンダーってかな、まあちょっと取りたかったけど、もう一回レア役を引けなかったのが、うん、そうだね、あれですかね、もう一回引きます、ちょっともう一人欲しかったな、あ赤ドリ、あそっか、これで500、うん、ドリカム、あ500過ぎてる、これセット超えたら絶対取れるんだけど、取れる、うん、早めに500で取れたね、これがさっき欲しかったです、欲しかったね、何にもなかったんですよ、あ煽ってる煽ってる、行った行った、よし、また取るぞ、赤い、え天国、うわ、ループした、マジか、いや珍しい、ゲット、こんなに楽しくていいんですか、鏡って、楽しいでしょ、だから、はい、バルブレイブとバキは基本出方が一緒なんですよ、はい、でも鏡はいろんな馬のセンスで出玉をこう積み重ねていくから、楽しさがなんかちょっとこう小号機っぽいのよね、最初のボーナスもケーキがいっぱいあるから、うんうん、そうなのよ、お一応チャンスは足らんだけど、そろそろ2個当たってよ、うわバチとも、バチとも2枚目だ、バチとも、またあれですね、ごめんね、バチとも、ゾーンにはいけますね、いやもうでもこんな教えてもらって打てることなかなかないですから、ね、いやでもね、バチとも優しいよ、そうやって紐同然の男を責めないんだから、でもあのかつてパチ友のクリさんの大紐がいるん で、うんうん、でクリさんの時そんな負けられたの、はい、クリさんが5、6万負けてて、私が2万何発、何万発、うわートータルチョイプラみたいなこと、はい、そうです、それには勝てないな、さすがにこれで1000、いやー素晴らしい、投資8000円でしたっけ、8000円です、ということは今トータルチャラぐらいですね、お、やったやった、さあ赤ディスク、ディスク行ってきます、アゲインアゲイン、まあ、またそんなにアメリカンドリーム固まってないな、あ青か、だいたいこうなるの、青なので、ここで鏡ガールズが出てきて、あで2人、あ2人だね、ちょっと弱いね、やっぱいければいいかなくらいな、そうそうそう、あ、いかないんだ、で、ワンセット、まあ、大体こうなる、1323枚、ああ、この後ドリカムがある、はい、いきます、よし、52%、演出がね、選べるの、こっち、そう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 、おー、30、ここは女性キャラならチャンスアップ、男見つかったら終わり、大丈夫、でここでまたディスク回してあげて、59、まあ、いや見つかんない、おお、いった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 、わあ14%、でもいったんじゃない、いったん、いやどうだ、ここまで来て、お願いお願い、いけいけいけ、ダメだ、いやでもここで一応これ出るのかな、3回目って74だからいけんじゃない、おじゃ、ダメだ、ダメだ、いた、パチとも、パチとも1300枚、パチとも、まあでも一発目の AT からよくやってくれましたよ、頑張りました、天井恩恵って青ナとかじゃなくて別に赤ナなんですか、うんうん、ただ赤が出てくる、ボーナスが出てくるだけ、 A ループの2回目からこのハマりはちょっとまずいね、お、赤い、行った、行ったんじゃない、また二人ですが、行けました、カジキ釣れた、2回目、でもすごいトランクから行きますね、いろいろ挙動がいいな、うん、あ、行った、キラキラしてるの、びっくりした、でも 0. 何パーですよね、うわ、すげえ、1個で
キラキラを目にしてから、カットインが出てたもんね今ね。手を止めるまで脳が追いつかなかったね。あららら。139枚。燃えちゃいました。いやー、2回ねあったけどね。強茶も引いたんですけど ね。いやー、4枚目だよ。パチとも、そりゃないぜそりゃないぜ。パチとも、まくってくれると信じます。パチとも、わー、おここで当たってくれるか。はい、間違いないいやー、持っていかれたね。952ゲーム。いやー、ちょっとここは頑張ります。まあ当然のように赤が出てきて、さあ行こう。あれ、強い、強めなベルデ。あれは確かに珍しいね、うん、あ、2人消えた。熱い、2人消えた。なんか引いた。173、あの弱チェを引いてました。弱チェ解除はね、もっとね、はい、確か早いよ。全長が短いのよ。おお、あ、もう間違いない。まで来ました。そう、やっぱね、こうせた当たるのよね。絶対私の良さげですよね。それは良さげですね。あ、ユアビスだ。何も言ってないなら通常もあるよ、それ、はい。184ゲーム、残りが873名まだあります。うわー、来た、通常だ。あ、お、いやー、それはもう間違いない。もうこれもう、うん、それは当たりですよ。確信していいですか。だから、それうまいのは200のゾーンが被るのよ。あ、まだあれですね、リスクチャンスですね、うん、赤7行かせず。わお、いや、ちょっとしょっぱいな。終了画面も2連続通常パターン。わあ、終わって2ゲームでチャンス目。わあ、もったいない。1回ぐらい AT やりたいな。そうですよね、そこまでは。あと何が起きてるか教えてくれる人が。いやー、でもね、この次が A だと、うん、なんか続けるのがパチともに申し訳ない。いくらなんでもな、何もなく。あとは200のゾーンで当たってること。よっ、あ、高設定したんだ。おお、これは熱い。これ取ってるよ、200のゾーンで取ってる。いや、直撃行くタイミング完璧です。あ、今のは本殿長の可能性アップです。あの、鳥が飛んできたでしょ。飛んできました、うん、あれがね、あ、ね、わー、あー、もらった。いや、直撃行くタイミング神がかってたね。いい、よいしょ、もうちょいできます。赤ディスク、まあまあ A だからね。はい、でももう50ゲームはあるって思うと。そうだから、天国行ってればもうこのディスクの分で間に合うんです。はい、お二人なくなった。おお、あ、熱い熱い。女の子立ってした。バトル、野球以外。わあ、え、いや、天国だから出てきたんだと思うけど、直撃の可能性もなくないぞ。おいおい、いや、青青青青青だな、青だな。だ、天国で青7取ったんだ、きっと。よし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 。ああ、36,000円投資ですね。うわあ、これはやめにくくなったね、本当に。パチとも、やった、ダブル AT パチとも。うわ、ちょっと、じゃあこれ今84って、これだから天国も行ってないってことかな。え、これ始ま、え、じゃあこれね、確かね、始まって何ゲーム以内かの前兆って激アツなんよね。だからこっちもこっちですごいいいタイミングで通常引いたのかもしれない。だからこっちの理想は天国で青ディスクよね。ほら、わお、あれ、ちょっと始まった、始まった、始まった。青青青青青、どうだ、出たー、出たー、パチとも出たー。
いや、じゃあ先にどうぞ。じゃ回しますね、はい、すいません。うー2人しかいない。やばい、すげえいいタイミングで直撃いた。いけ、おーいった。うわー、これもしかしたらダンスコンプリートあるよ。あ、こっちでディスタンス持ってくれば。あ、そうですね、全部いけたみたいな。まあ、前回185ゲームでこれが約140ゲームなんで150希望。楽しそうだなあ。鏡ガールズだ。ガールズ、お、取ったね。何個か開けてくれるんだよ。あ、20個。あ、全然。さっきがいかにカモンが多かったか分かるでしょ。そうですよね、大体こうなんです。全然あれです。上手。自由の女神のとこで。あ、チャンス目がいいな。あ、スイカだけど何が。そんないいの開けてくんないんだ。ここからちょっと苦しい時間続くよ。耐えて耐えて。太陽太陽。ああ、おお、ダメか。終わった。95ゲーム。いや、まあまあ。いやー、あ、おー、継続した。復活当選。あ、しかもあれ変わるんだ、保留復活したら。いや、平均まだちょっとだ。よし、ここよいしょ。おっ、あ、ちょ、これね、へいいの方が熱いのよ。へいへいよりへいいの方が熱いのよ。へいいい、へいいだよこれ。おい、強制強制強制。どうなんの、あれ、ただ継続なだけなの。あれ、クレンジャーがなくなったんじゃない。あ、本当だ、なくなってる。なくなりましたね。へえ、いいのおかげで。あ、出てきた、カモン出てきた。カモン来た。鏡ガールズ、カモン開けてくれるかもしれんよ。あ、結構、お、45点。でかい、でかい。ここ大事だね、ここ大事だね。あー、ダメか、終わっちゃった。終わった。あー、まあまあ、でも。170、まあでも。素晴らしい。いやー、よかった。モロゲンさんのディスク楽しみだな。これね、青でちょっと、まあ、トドロケドリームは間違いないけど、できればディスタンスやったことないのよね、うん、もちろんエンブレムもやったことないけど。さあ、では青ディスク、お、いくぞ。ほら、全部トドロケドリームでしょ。だからここでな、やっぱレア役引かないとな。青か、ちょっと弱いね。あ、ディスタンス、ディスタンス。あー、届け取り臭い、これは。いや、来ろ。お、言ってたな。ダンスコンプリート、コンプリート。よし、ここを伸ばしましょう。200は取りたいね。爆弾あるよ。はい、お、へい、いい、引いた。これがへいへい、トランクか。こう、そう、これがへいへい、これがミュージックチャンプの方なのよね。こうか。さあ、アンダー、爆弾あるぞ、爆弾。あ、こう、あ、うわ、すげえ、いい、デンジャー。え、さすがに大丈夫だろ。おお、ハラハラする。うわ、うわ、まず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 、ちょちょちょ、待って待って待って。おお、危ねえ、こえ、よしよし、アンダー。爆弾を開けてよ、爆弾を。4の2で爆弾よ。よし、爆弾。おー、あ、しょ、うわわわ、めちゃめちゃ、うわわわ、3つも取った。これが3つも出てくるってことか。爆弾あんな役に立つの、あんな連鎖。おー、3、あ、まだ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 いった、まだいった、まだまだいった、まだ、もう一回直し。うわー、うわー、おい、まだいった、まだいった、3桁これだけでいったやん。うわー、めっちゃ伸びてる、めっちゃ伸びてる、めっちゃ伸びてる。うわで、まだあるからね。すごい、始まりました。始まったね、これスパスロ始まる。すごい、いや、これちょっと一撃でまくれる望みが出てきたな。でも一個あるから。ピタ、トータルはいくつだ、これで。あ、でも300超えたってことか。わー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 、350いったね。すごい、へえ、いい、へえ、いい、へえ、いいか、へえ、いいよ、見てみたいな。まだ増える。あー、まずい。あー、終わった。いやー、でも、いやいやいや、360、よーし、うわー。いや、パチとも、いや、すごい、これはもう勝ちですよ。あー、パチ、あ、爆弾開けた。お、やばい、すごいね、爆弾の効果。
これ600いくんじゃないですか。もう400超えたもんね今、うん、すごっ。いやもう安心だ、爆弾けだ、よく頑張った。いやすごっ、すごっ、かわしたよかわしたよ、爆弾またセットした。あーまずい、あー終わったか。440ちょっと増えました。半端ない、はい、いや半端ない。でこれでね、またこの分でディスク取れる可能性十分あるしね。440ゲームもあったらそのまま駆け抜けるなんてこともなあ、さすがにないでしょうね。ないですよね。最悪こっからまあ乗らなくてもチャラぐらいにはなるんで、うん、でもプラスですね今日。そうだから今カブちゃんが出してる分が、お、しかもドリカムもう取った、ドリーム500枚でおーいしました。なんだろうね、さっきも500枚で。そうなんですよ ねだからなんか有力感がね、切れやすいってことね。切れやすい、ね、わ、それめちゃめちゃ面白いゲーム数で終わるね。これね、天国、あ、天国じゃない、ゾーン見て200のとこでね、おお、乗った、お、弱者か、あー、チャンス目、おお、チャンス目で押し込めた、レッツパチとも、これこっち映された、わーい、3桁さあ、カブちゃん、そこを200のゾーン取ってれば、はい、また継続するよ、ベッドで。はい、でも700、800枚くらいでドリカム取れてるのが、あ、ふたさでっかい。いやだから今日ね、終わるタイミングと当てるタイミングすげえ上手。いやーびっくりした。うわー50ゲームいきました。あ、だからまあ200で当たってる可能性大よね、それ。それなんだよな、やっぱ鏡でめちゃめちゃでかい上乗せなくてもコンスタントに出せるのはやっぱそういう引きです。ここの噛み合い、うん、素晴らしい。いやーよかった。あこれで行ってくれる。そのステージめったに行かないよ。これめったに行かない。オーシャン、これ見たことないもんこれ。もうイケイケ台ですねこれ。いや、シャンパン王子だ。シャンパン王子だ。シャンパン王子だ。確かにこんくらい女は連れてますわ。いや、心が広い嫁さんだな。あ、これ、あ、ディスク。いやでも特化ゾーンコンプリートしたらあとはやっぱり絶頂か。超プレジデントボーナスだな。盛りだくさんになっちゃいますね。もうだってね、それ以外のこと全部やっちゃったからね。もうあれですよね。これで赤ディスク、ディスクいけます。今回ちょっときつそうだね、中身が。なんか AA、 A が多いね。アメリカンドリーム、あ、緑、緑だ、3人来い。超プレジデントボーナス2人か。あ、トドルキ、トドルキじゃない、やいけ、超えろ、ペロン、あー、いかない。緑でもこれなんですね。よし、1000枚超えた。とりあえずドリカムゲットです。どっちかは引き戻したいですよね。そうね、暑いね、ちょっと煽り長いもんね。はい、あ、で何もなくて、いったいったいった、天国じゃない。やっぱシャンパン星のステージ持ってくるね、やっぱね。やっぱシャンパン星と結婚したいね。やっぱね、持ってくるよな。その恩恵がないとやっぱ、そこは。いや、向いてるよ、だから鏡。そういうことか。終わった終わった、シャンパン王子の裏切りや。裏切るかだと思った。いや、ドリカムですね。あと乗せとか、あ、なんか示唆、うん、それ高設定示唆2回目ですね。1153枚で今トータル2024枚ですね。おお、超えたね。超えました。ゴー。さっきこれをやった記憶が全くないんですけど。あれほら、あれあれ上げてくやつやったやん。ああ、やりました、うん、やりました。そうだそうだそうだ、もう一回やろう。上げていく方ね。もう31%、だいたい最初 30% ぐらいよね。で男来ちゃって、ここでなんか最初で終わるとつまんないですよね。59%、女女女女女、あー危ない危ない。あーあーあー、難しいな。52%。あれ、赤赤赤だ赤だ。さっき白だったよねこれ。レッツレッツレッツ。バチトモ。イエーイ。やった。52%ができたんですね。とかこれ抜けちゃっても300ゲームで。そうなんです。それがねやっぱドリカムのね強さなのよ。終わっちゃった。さらっと。あんな思いして引き戻したのに。しかもまたこう設定されたね。94枚、1231枚です。あ、おった。じゃあ
300ゲームを目指して手前で当たればいいなで、まあ、引き戻しもまだね、あ引き戻しをして、さあ400のゾーンです。ここを当てないとちょっと厳しく、うわクールか弱えな、いやあんだけゲーム数あったのにディスク取れないのはもったいない、ハマるな。しかしこの台はバチともまくりました。わあ早い、とりあえずこれで残り150ゲームあるから、ここから先がプラス域、プラスになっていきます。あチャンス目、チャンス、チャンス目弱チェ、あおえそれ弱チェ、弱チェ、それ弱チェ、ええこれはそこ弱チェだよ、チャンス目弱チェ、弱チェ、それでも全長が短すぎるから多分弱チェ解除できました。うわーやっぱ上だそれ、よしまた AT につなげよう、つなげよう、うわっ弱チェ、チャンス目、弱チェ、チャンス目、弱チェ、弱チェでした。じゃあ最初の弱チェで当たって次の弱チェで昇格させてる可能性がある、これ弱チェ昇格なんてなかなか聞かないけどな狙わなくていいんですよね、そう、慎重にならなくていいよ、狙わない、あーすごい動くめちゃめちゃ動く、うわめっちゃごめんな、1回目のボーナスで教えてあげるバチともやるね、やりました、熱いよこれ、ほっとほらほっとと中にあえてチャンスとか、まあ、フィースを組んだ方がもちろん熱いんだけど、あれでもそうやって揃うのなんですね、あっちとも早いよ、AT、まだ8ゲームだよ、ね、60まであるのによしいった間に合った、残り49ゲームで赤ディスク、さあ赤ディスク、ここで上の特化ゾーンが取れなければ終わりが見て、しかもここでディスクがこうやって出てきたってことは天国行ってない可能性が高いですね、レア役、さあどうなる、いやー微妙だね、あー青か、あーダメだこれはさすがに弱いわ、ちょっと終わりが見えてきてしまったな、2200枚、コンスタントに、ね、出てる方と一撃で出てる方とそれぞれの、ね、出方で、はい、いやこれはいい実戦でしたね、いいですよね、234枚、234枚で、それでいくんだ、なんか短いのが、ね、なんか挙動なんですかね、それでよく切れるみたいなね、うん、もう一回同じやつやっていいですか、もうここまで来たら、あもちろんもちろん男、あれやってないのに、あ今もう全部止めたから、ああそうかでも40でした40って今までで一番高いよね、はい、1回目にしては、1回目から40は熱いんじゃないの、プルルン、ほらおお、え7、これは突破でしょ、77なんてそんな意味ありげな数字は突破でしょ、あれいや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 、この後のあのジャッジのやつでまた赤文字出ますって、揃えないですよね、これはもう外れたらもうダイトに電話ですよ、こんな意味深な数字が外れるわけがない、よしドリカム 3-2 は強いね、いやよかったです、なかなか短い早い天国を選ばれないからな、どっちにしラスト、さすがに159枚、あーダメだった、ドリカム分は伸ばせず、お、こう設定したか出た、こっちも、お一撃2420枚、いや久しぶりの2人とも通常時だ、確かに静かになったもんですね、ね、あ赤までいった、えここで当たってくれる、何で当たった、まだ100ゲーム台、もう1回通常引いたとかないけどな、さあ2ゲーム連続金なんでも当たりですけど、お上はね100、あこれねプレミアってね直撃で出やすいのよ、155ゲーム上がいきますよ、ほら2回目の直撃来た、しかもちょっと頑張れば300 の, あの天井のディスクがもらえる、あ
とちょっと乗せれば今161だ。うわでもこれ超高スタートとかないか。あ、赤ドリカムだ。いやでもさ、ここってさもうあとちょっとドリカム天井だったら、あ、そうか、そうですよ、ね、100ゲームぐらいでまたもうリセットになっちゃう。なんか素直に喜べないね、この場面は。あーダメやった、どうすっかな。これはね、やめ時です、ね、はい、あと30分ぐらい打てる台がないか探して。ギラギラじい様、いやうるさいうるさいそれはもうパチトモじゃないぞそんなの今から行くやつはパチトモじゃないよ絶好だよパチトモ。ない133枚。じゃあ天国を見て終わります。おお間に合った。あーどっちだ。おおラッキー、持ちコインギリギリでビッグ増えた。これで増えたよ、ハナハナで。クレジット回してやめます。ビッグ引いたんですか。ああ、引いたよ。ちょっと増えた、さすが。私が搾乳してる間に、ごめんな気づかんでミルク の, あのバトル見ながら父がしんどいなってなってました。早く私のも絞りたいそう、もうあれ見て早く絞りたくなさあ、はい、テレビの前のパチ友のためにこちらパールショップともえセブンゲート葉山店さんの店内状況を我々2人が見ていきたいと思います。正直あの平日ということもあってね、激込みというわけではないです。ただスマスロ 6.5、さらには置きスロと良さげな台はね、かなり多いです。まずここの鬼武者から始まる 6.5 置きコーナー行きましょうか、はい、角がねもう今まさに今やめられたんですけど、見てください、この通り3000枚ぐらいね出てんですよ。ちょっとこれじゃあでこの状態でやめられてます、うん、で、幼女戦記の隣の前、いわゆる内角といいましょうか、はい、この台もね今2000枚ぐらいプラスなんです、うん、昨日も非常にいいグラフです、うん、でその後ろだから鬼武者今そんな動いてない台も多いけど半分がプラスなんですよね、うん、だから動いてる台はしっかりプラスになってるっていう。で、犬夜叉これはずっと同じ方が朝から粘ってらっしゃるんですよ。あ、でグラフがね微妙にこうちょこっとずつ上がって今プラスなってるんだ。ほら犬夜叉であんなね確かに AT ちょこちょこ当たると珍しいですよ。本当だ、で一撃バンで出しちゃえばもうプラスですもんね、うん、AT にちゃんと入ってる。で多分常連さんは入りやすいとことか分かってるんでしょうね。鬼武者のカードもあの回ってないけど前日のスラップグラフすごい綺麗にギザギザ上がってってるのとかありますよね、うん、あとはこっちの中央通路から言えばカバネリがあるコーナーです、ね、カバネリ出てましたね。全体的に良さそうですここは。ああ本当だ、あ2台並んで、ね、角以外は全部動いてる。であと置き時ゴールドもね朝半分ぐらい埋まったんですよ。だからリセットをしっかり毎日かかってるんでしょうね。みんなそこをちゃんと狙いに来れるっていうのがいいですよね。そうでこれ、ね、やめられてるんですけどこれ3000枚ぐらい出てる。本当だ、でこの台が島トップかな。おーわお6000枚出てるんだ、すごいね。ね、おきどきは結構まあその巴グループ全体でまあまあ強いんで結構大事に、ね、あと千葉リオも埋まるの朝早かったんで皆さんその辺を目当てに。あとね見てくださいよ、我々があの絶好の挙動を見せた鏡まだ開いてるんですよね。いやそうなんです、もったいないですよね。これでも都内でね収録してたらね、もう奪い合いですよ。本当穴場だなと思いました。朝も座れたし、そう、まあ、平日っていうのもありますけど、だからまあねその、うん、いわゆる朝一から300人400人に並ぶ、うん、そういう店舗もこのトモエグループさんの中にありますけれども、じゃあだからといって朝人数が少ない店がいい台がないかってそんなことないんで、皆さんぜひともこちらバールショップトモエセブンゲット葉山店さん遊びに来てくださいレッツパチトモ快勝です、ありがとうございました。パチトモパチトモ、やっぱり剛腕は衰えてないねパチトモ。いやいやいや、でもモロゲンさんもあそこから行くとは思ってはなかった。まあね実質一撃で取り戻しましたけど、はい、しかしまああのスタートを見せられたらよかったです。やっぱりプレッシャーも感じますし、やってやらないとなっていう、うん、そういう気持ちになりますよ。今日はなんと
ケイシローダンスコンプリートですよ。そうなんです。最初エンブレム出て、そうエンブレムから始まることがおかしいんだけどね本来は。ね、えでも僕はあの少なくとも今鏡の動画今日現在でいろいろ上がってますけど、うん、まあ、2人で打ってるともありますけども、継承ダンスのコンプリート動画一回見たことない、うん、エンブレムはほんと出ないもん、うん、それをリプレイで持ってくるっていうね。いや 私初めて打ってたんで、うん、エンブレムの凄さ分かんないんですけど、モノゲンさんのリアクションで分かりました立ち上がっちゃったからねもう横で打ってんのに、うわー画面が全部この色になってる真ん中のねセンターカメラがねもう全部カーディガンで覆い尽くされるっていういやそのぐらいね、はい、珍しいものを今日は見せていただきました、はい、さあじゃあ結果を発表しましょうか、はい、まずは僕から、いきたいと思います。投資が46枚貸しの36本です、はい、1656枚、ただ回収が2651枚でしたので995枚のプラスです。やった。まあ分かんないです、はい、今まで鏡これ6だろうなっていうのも4だろうなっていうのも打ってきたんですけど、はい、6というにはちょっと足りないし、でも4というには強すぎるって有利感しょっちゅう切れてたでしょ、はい、あれがこの挙動なのかなって、通常2回あるから、はい、一回天国か天井行ってるとはいえさすがに下じゃないと思うんですよね。だからまあそういう台でなんとか、はい、プラスになることができました、はい、さあではパチトモ。はい、パチトモ、私はですね投資が8本ですね。少ない、スマスラのに少ない全然スマスラのえぐい投資っていうのを知らないままなんですけど、ねうん、8本で、はい、回収が1985枚。おーってことは、結構プラス、結構プラス結構プラスです、結構プラ プラスこのぐらいのプラスですいや、はい、ってことはそうなんです、2500、まあ、3000枚弱プラスになったのかな、うんうん、これで、はい、いやあの今回のこのパチトモ実はまあ1月は全部僕が誰かとやらせていただくんですよ、はい、で2月は今度マリモさんなんです。マリモさんが誰かパチトモを招いて、はい、まあ、6のつくに毎回収録をさせていただくんですけど、はい、これはもう1月の圧勝ですよ、うん、前回の神谷さんの時もプラス合わせて5000枚ぐらいそうですよなってるし、今日はまあおそらくですけど2500から3000枚ぐらいプラスでしょ。最後が沖さんですから、これはもうお間違いない。沖さん、うん、あの前回5000枚ぐらい出しますもんね、パチトモで腹の延長しているっていう、そう、オキドキゴールドでね牛尾さんとめちゃくちゃ出してますから、うん、もう鬼に金棒ですよ。僕はもう3連勝を狙ってます、はい、いやしかしパチトモ、はい、一緒にね久しぶり会いましたけども、ありがとうございます。鏡初打ちどうでしたか。いや楽しかったですし、うん、やっぱあのねずっと解説あそうです、ね、していただいてるんで、うん、やっぱこう何が起きたかっていうのが分かるとなおより一層楽しいですし、うんうんうん、モノゲンさんのリアクションで分かるっていう先にねってなるのと、うん、でもやっぱ私モロゲン様、モロ神様って呼んでるくらい相性がいい、うん、相性がいい。本当ね負けてんの見たことないのよ。勝つんですよ。でもやっぱ今日もすげえ強い、いつも引きえぐだったんで、いやお子さんに持っていかれてんじゃねえかなと思ったのちょっとそういう心配もありますよね。そういうのね、そう言うじゃん、はい、なんかそういうのあるってさ、だからそういう引きもちょっと変わってんのかなと思ったら、はい、変わるところがちょっとなんか増してる感あったもんね。ご利益が強かったですね強かったですね、というわけで今回は2人合わせ大賞でございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。それでは最後に行きましょう、せーの、レッツパチトモ。